キラッチ死んでる。どうして？それにデアモンテ、ファーザーのようなナイフさばきだ。さすが黒蛇のエースだな。ヒルル。ああ、これか。遅いから先に片付けといたぞ。あんたも頼まれてたの？裏切り者なんて初めからいなかった。スキラッチが裏切り者だ。屋敷へ行き殺せ。そうファーザーに言われたろ。だが俺はこう言われた。ソローネが裏切り者だ、殺せってな。そしてスキラッチはピルロが裏切り者だと襲ってきやがった。どういうこと？すべて仕組まれてたのさ、クソ親どもにな。殺し合わせ、優秀な子を生き残らせる。これは後継者の選別なんだよ。あの盗みの仕事も計画のうちだった。ドニは早くに奮い落とされたのさ。嘘。黒蛇は変わらなきゃならない。クソ親の力が衰えれば狙う奴はいくらでもいる。後釜を育てたいのさ、どんな手を使ってもな。俺はなるぜ、蛇の頭に。町の影の支配者だ。何だって手に入る。そのためなら何だってやる。やめて、あんたとは戦いたくない。悪く思うな、ソローネ。ピルロ、その血生臭いナイフを下ろして。行くよ。コウモリ。掃除するか。ライフスティールダガー。もうやめて、こんな戦い何の意味もない。意味ならあるさ、ソローネ。ファーザーのお気に入りはお前だ。お前をやらなきゃ俺は後継者にはなれない。をやらなきゃ。このゴミためから抜け出すにはもうそれしかねえんだよ。分かった。ピッ、悪いけど本気で行かせてもらうよ。さすがエースだ。行くよ、コウモリ。
出番か。ピルロ、闇夜は怖い。当たる。やるかよ。さて。もらった。デボンコ、蛇は素早いよ。やってやるよ。そこ。やるかよ。行くよ。いただき。デボンコ、いただき。やるかよ。もらった。さあ、蛇は素早いよ。ライフスティールダガー。デバンコ、ライフスティールダガー。ここまでだ。そこ。掃除する。ピルロ。くらいな。行くよ。もらったくよ。さあ。コウモリ。やるかよ。出番か。悪いぞ。本気出す。闇夜は怖い。さあ、ライフスティールだが。やるかよ。ここまでだ。行くよ。もらっとくよ。終わりにしようぜ。掃除する。やってやるよ。ライフスティールだが。出番か。遊びは終わりだよ。掃除するか。ライフスティールだが。さあ、やった。ぬるいよ。欲しいなら取ってみな。まただ。また血の匂いがする。この傷、助かるな。やっぱエースだ。誰にかな。お前がなれよ、後継者に。興味ない、そんなもの。吸い込むたび胸が腐っていく。体に染み付き離れない、このまま。
吐き気がする。じゃあ何ならいいってんだ。ソロネ、お前は何が欲しい。私は疲れたよ、ペルロ。自由が欲しい。この足で思うままに走り回りたい。自由か、そいつはいい。だが自分の首を見てみろ、ソロネ。俺たちの鎖は切れないぜ。絶対にな。切ってみせる。自由を手に入れるために。できるかな、お前なら。だろ、そう。ヒルル、初めて目的ができた。私は自由になる。自由を縛るこの首は、その鍵は二つある。まず鍵の一つは彼女の手にある。彼女は新たな人員を探しに町を離れた。まずは足取りをつかまなきゃ。ファーザー、もう一つの鍵は彼の手にある。彼はウィンターブルームへ立ち、仕事の手伝いとして私を呼んでいた。見つけるのはたやすいが、彼を殺すのはどんな仕事より難しい。私も消さなきゃいけない。鍵を握る両親。さて、どっちから行こうかな。待っててね、母さん。それじゃあ行こうか。